初展開、カズヤ氏ヤユコメントを華麗にする何があったのか。2度目の展開、カズヤ氏ヤユコメントを華麗にする何があったのか。青山議員名前出た、和田健二氏政治活動しないし講演会も作らない、陳情も聞かないのはどうか。カズヤ氏やりたいことをやるっていうことですよね、批判するか。と一連の動画で、カズヤ氏はカズヤチャンネル GX のスパチャや和田健二さんが青山やゆをしてもスルーするケースが増えてきました。今回また同様の事例がありましたのでご紹介します。2月28日前半、カズヤの意味深な話。こんばんは、今週もやってまいりました、カズヤチャンネル GX 生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この放送はニコニコ動画、 YouTube、 オープンレックで配信しております。各メディア途中から会員向けの時間になりますので、ぜひ入会して最後までお付き合いください。 Facebook、Twitter、それからメルマガなどもございますので、すべてフォローお願いします。で、告知なんですが、オンザボード友の会というのをやっておりまして、オフ会をたまにと結構毎月のように前半組んでますけど、それからオンライン会議を月1でやってるということです。今後の予定がですね、ここにあるんですが、出ますかね、運営さん。東京オフ会が来月またすぐですね、2週目くらいですかね。それからオンライン会議、それから金沢オフ会。金沢オフ会の方はですね、14日日曜日お昼ぐらいからやろうかと、今人数確定しないとお店の予約ができないので、一応人数を集めているというところでございます。その後翌日はゴルフをしようと思っています。ゴルフは今6人くらい、僕入れて6人です。じゃあ33とかで、なのであと2人できればぜひ友の会入会してゴルフも来るという感じで来ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、あとは福岡も行くしっていうことで。おお、ついに今年はちょっと今まで行ってないところに、金沢も行ってないし福岡も行ってないしってことでね。そうですね、はい、そんな風にも考えておりますので、ぜひふるってね参加していただけたらと思っております。爪はがな話なんかもやってますんで。はい、そうですね、はい、ぜひ入会をしていただければなという風に思います。今コメントにあったんですけど、カズヤシュッとしてきたなっていうコメントがあって、僕お酒やめた効果があると思うんです、とのことでした。私が笑顔で爪はがで有料誘導しましたが、カズヤ氏は真顔を崩さず入会呼びかけを行い、別の話題に切り替えました。この場合、以前でしたら、ヤユが出た爪はがに落ちるカズヤ&和田氏という動画でご紹介した通り、カズヤ氏は大笑いしていました。これは、常念さんの指摘の効果と思われます。本件は、私が犬笛先生と変わらないと指摘して以来、収まってると認識してます。1年以内に繰り返している事例があれば、また指摘しますので、ご提示ください。こちらのツイートです。以前は大笑いしていただけに大きな違いを感じますが、路線変更するならするで総括があった方がいいように思います。それはそれとして、最近のカズヤ氏のターゲットは保守党界隈と参政党界隈にシフトしたと感じます。日本保守党はツートップのブーメラン力が高すぎますね。これ同じ日に言ってると考えると、ハイレベルにも程があります。百田さんはスピード違反自慢をしていませんでしたか。順法先進はどうしてしまったのでしょうか。他の人がスピード違反してるから自分も OK とはなりませんし、駐停車禁止の場所に外線車止めてたら、そりゃ批判も出るでしょう。例えば敵対的な他党が同じことをしていた時、他もやっているからで許すのでしょうか。日本保守党を名乗るのなら、それに恥じない行動や言動をすべきではないでしょうか、とのことです。カズヤ氏もブーメランを割と放ってる印象が私はあります。カズヤチャンネル GX のチャンネル概要で政治言論系ナンバーワンと称していますが、それに恥じない行動や言動をするべきではないでしょうか。参政党に見切りをつけて離脱する人は結構いると思いますが、その勢いで変なスピリチュアルとか極端な反ワクチンからも卒業した方がいいと思います。参政党はやめたけど、スピったままだと別のところで無駄金を使うことになるでしょう。やられるっていう前にやらかしてる自覚がないんですよね。参政党が批判されるのは、参政党が正しいからではなく、参政党がおかしなことを言ったりやったりしてるからです。そこに向き合わず、被害者ポジション取り続けるのは無理があります。とのことです。参政党は私も批判することがありますが、やらかしてる自覚がないのは、カズヤ氏も同じように見えますけどね。このあたり、ターゲットを変えただけに見えるので、青山やゆをスルーするようになったことが一歩前進
とまでは感じませんでした。それでも少しは変化が見えるのも確かなので、この調子で頑張ってください、和也さん。ケンカー君はいつでも青山やゆばかりチェックしてるよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。